いやー、今日も名町の世界の景色は綺麗だわね。素晴らしい夜景だな。こんなに景色が綺麗だとつい写真を撮りたくなっちゃうなー。どこ撮ってんだてめえ。ということで皆さんハロニチは。どうもだぜ。今回は通常の方法では見れない絶景を2カ所行ってみようと思います。つまり秘境ってこと？イエス。このゲーム通常のフィールドでも100点満点の景色なんですけど、それを余裕で超えていきます。なおこれは個人の感想です。予防線8点じゃねえぞ。おい、ということでまず1カ所目ですね。無感謝の像、心臓部へ向かいます。無謀者がいる場所か。ここでも一応いい写真は撮れそうだな。でも今回はボスのエリアの方に用事があるんだよね。だからまずは水晶レベル40に潜るよ。これはなんで水晶レベル40に潜るん？無謀者が邪魔でやりたいことができないのでね。あっさり倒せる最低レベルを選んでおります。なるほど、そういうことか。そして察しのいい人はすでにお気づきでしょうが、ボスエリアを囲む透明な壁を飛んで越えていきます。だからパーティー構成が調理とベリーナなのな。さてそろそろ透明な壁を突破できるかな？いやなんで案内役のお前も驚いてるんだよ。驚いたマリサに驚いちゃって。ややこしいな。おい、てか透明な壁って乗れるのな。そんなことより見てよこの景色。背景のエフェクトのインパクトがすげえな。早速写真撮ろうぜ写真。いやごめんだけどカメラ忘れてきちゃった。はぁ、ここ特殊エリアだからメニューからカメラ起動できないし、探索モジュールにカメラをあらかじめセットしないとスクショが撮れないのよね。ということでやり直し。最初からセットしとけよ。ということでただいま、ここは射撃モジュールで透明な床を探れるみたいですね。弾がそのまま通る場所は足場がないってわけか。そしておすすめスポットなのが向かい側の透明な床。紫のエフェクトとの距離が取れるので映りが良くなります。ちなみに下に見える赤い場所は危険なので行かないことをお勧めします。そう言われると逆に気になるな。見た目が派手で一見フォトスポットのように見えますが、こんな感じでキャラクターが食われちゃうんですよね。まさしく食人植物。植物要素どこだよ。仕組みはわかりませんが一方通行で入ることはできるのに出ることはできないというクソスポットです。言い切りやがった。ではではお次に向かうのはブラックショア諸島、テケスの中枢部へと向かいます。ショアキーパーがいるガラスの塔を目指していくよ。そして漂白の終着点に向かいます。え？まさかここが秘境だとは言わないよな。ここは私でも知ってるぞ。安心してください。うるせえよ。ここも景色として十分絶景ですが、私が行くのは誰も知らない秘境。ということでこちらでも透明な壁を突破するべく空を飛びます。ここの透明な壁も越えられるんか。え、明るくなった？これ調理の錬成任務のその裏で同じ現象を見たことがありますね。不思議な現象だなぁ。ということで例のごとく透明な床に到着。背景に何もないな。これじゃあフォトスポットにはならないじゃないか。いやでもね、太陽を見てもらえるとわかると思うんだけど、時間の流れがあるのよ。あれ本当だ。下にいた時は太陽が不動だったのにな。どうやら時間軸が2種類あるみたいだね。すごいぜ名町の世界。とまあ話は戻りますが、月が出るのをひたすら待ちます。ついに月が出てきたよ。やっとかまちくたびれたぜ。しょっしょしょしょはキーパーさん、月が綺麗でちゅね。シャッターチャンス来たー。とれとれ、連打で指先が骨折しようともとれ。まあ私指なんてないんですけど。いいからはよとれよ。大満足でごわす。とここまで見てくれた視聴者の皆さん、感謝の印にエモい映像をご覧ください。てなわけでチャンネル登録や高評価、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。